はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、ついに鬼白竜ワイバースター解放ということで、これずっと禁止だったんですよ。これ帰ってきまして、でさらにあの新制限でなんかドルイドブルームが3枚使えるっていうのぶち壊れ制限になりましたんで、まあ、この2枚をうまく使えるデッキってドラゴンリングなんですよ、絶対に。なのでこれ久しぶりに5億年ぶりぐらいにね、ちょっと持ってきたんでご紹介していこうかなと思ってます。ドラゴンリンクマジでさ、展開が長すぎてちょっとだるいと言われて、なんか結構割と嫌われてるかなと思うんですけど、僕個人的にはめちゃくちゃ好きで、なんでかっていうとかっこいいからですね。かっこいいですか、このデッキ。なんかちょっと超でかいドラゴン毒超強モンスターがいっぱい並ぶのマジです。圧巻だし、あとリトルナイトも来てますからね。なので、リトルナイト結構出しやすいんでね、ドラゴンリンクは。ドラゴン族リンクモンスター1がいるから割とね簡単に出てこれるというところもあるし、あと闇属性縛り関係ないっていうのもあって、なので、非常にその、まあ全体的には強化受けてんじゃないかなと思ったので、今日はこの最強デッキをぶん回していこうと思ってます。ドルイドブルーム3枚の圧力見せつけていきましょう。デュエルスタンバイ。あー、割と悪くないハンドしてんじゃないこれ。いやー、これ懐かしすぎて回し方忘れたけどね懐かしすぎて回し方忘れてもうたけど、一回発動しよっか。フクラクイン発動しておいて、で、レッドアイズブラック、ブラックメタドラゴンか、レッドアイズじゃねえな、ブラックメタドラゴンの一体でリンクして、ブラックメタドラゴンから一応基本展開はできるはずなんで、ストライカードラゴンの効果、あ、これディチェイン逆の方やったな。ちょっとごめん、プレミしたらごめんね、許して。マジで本当5億年ぶりぐらい触ってるから、レッドアイズデッキ、レッドアイズっていうか、ドラゴンリンクデッキ。デッキクラクラのこれでね。で、ダークネスメタル、で、一枚、サーチ、で、レッドアイズダークネス、メタルドラゴンを特殊召喚、なんかあるね。クラクイーンは使っちゃっていいか。クラクイーン使っちゃってオッケーで、1枚ドロー。あ、ついよ、あ、ついよあ、ついよ、やば、ワンドロー最強だったわ。で、これでドルイドブルーム3枚ある。圧すごいな、デッキの中にデッキの中に3枚うららかな、なんかうららな気がすんね、これね。チェーン的になんか一応チェーン打つってはいるんだけど、何なんだっけ、このモンスターが出ても別に特に反応してないから、うらら別に撃たれてもまあそんなにやばいことは起きない気がするけどな。これ今回はどうだろう。さあ、ロムルスの効果起動する。なんかどこに撃たれても意外とクイックリボルブでなんか貫通できる気がしますね、うららは。で、まあこれブラックメテを持ってきて、ロムルスで警告で、警告発動ですね。で、警告の効果、もうこれちょっとカオステリトリーいらないので捨てましょうか。ちょっと今あんまいらないです、これもう。はい、で捨てて、でお相手し、ここうらら打つんだけど、ここか。ああ、そうだよね。あ、オッケー、全然オッケーです。全然オッケー。なんか全く問題ないまである全く問題ないまである。ここで展開が止まるほどね、この時ヤバじゃないんでね。で、まあ、ちなみにもしリボルブ持ってなかったとしても、多分てかリボルブのはいいか、リボルブ持ってなかったとしても、なんか一応天球プラスなんかあれ獣とかではできるし、まあ、リソース勝負もできるんで全然リンクできなくても構わないんですけど、トレーサー発動するでしょ。で、警告爆破して、リチャージャー特殊とかでもいいんだけど、で、これいつもの展開して、ピスティストライカーすればいいんだな。確かなんかあれだよね、TCG だとストライカーテレフォンが制限カードかなんかで結構なんか回しにくいって聞いたけど、まあ、俺ちょっと OCG とマスターディルしかやったことないか分かんないけど、 TCG の方だとなんか海外の方のねやつだとなんか制限でストライカードラゴンが1枚でなんかこのなんか基本ムーブになんかできなくてなんかちょっとめんどくさいみたいな話聞きましたね。はい、まだ体勢になんか影響は3バーストいるから体勢に影響ないみたいな話もあったりするんだけど、このねやっぱそのデリンジャラスドラゴンとストライカードラゴンのコンボがめちゃくちゃ強くて、
これがすごいやっぱ美しいんだよね。バレットリチャージャーを回収しながらデリンジャラスの効果もあの発動して、蘇ってくるみたいな。でバレット出てくるじゃないですかこれ。でそうすると墓地からデリンジャラスが蘇ると、これマジで美しいんだよな。これなんか単純にリンク1分得してるからね。でここでリンク5作るでしょ。で最強モンスターバレルエンドドラゴン、ここに召喚してほしいけどな。でレッドアイズブラックメテオの効果発動して、でサイクルドライバーを墓地を送りながら特殊召喚で、こっちレベル7になっちゃうんで、これレベル6に変えりたいので、バレルエンドドラゴンの効果で、このメテオの効果を無効にしながらバレットリチャージャーを特殊召喚する。はい、でそうすると、レベル10のシンクロできるんで、ここでビーステッティングディスパテリングを出していく。これあれっすね、一応あのアンヘルとか出せば戦闘破壊耐性もつきますね。はい、で、マグナムート効果発動して除外はトレーサーで特殊召喚、はい、でマグナムート効果発動でビスディスパテルの効果発動して除外ゾーンからトレーサー特殊 OK で、シンクロバレルロードサベージめちゃくちゃ強いな。相変わらずすごい展開力だぜこのデッキは。でサベージ効果発動、かっこいいんだよねやっぱ盤面が。なんかドラゴンリンクってさ、何がいいかってさ、かっこいいんだよとにかく。ちょ、これ何があんだっけ、これこれこうするか。でこうしてまだ118残ってるから大丈夫だな。リベリオンから獣を置いて、まあ、今回フクラクインも引いてるんでマジで最大展開ですね。でこうしてカオステリトリーの効果起動して、デレンジャラス戻してワンドロー、あ強いあ強い。で、サイフレームドライバーゲームから除外して特殊召喚でマスカレーナ出しに行って、これで相手のターンにリトルナイトも可能と。何動画あるんだろうこれ、わかんねえ。何動画あるか知らんけど死ぬほど動画あることだけは確か。エンドサベージ、マスカレー、リトルナイト、まあ、ビーステッドサーチが入って獣があるし無限保養。ちょ、わかんねえけどなんか100億妨害があります。はい、これでターン終了ですこれは強いさすがに。でこれあれでしょ、ドレイドブルーム、ちょバルドレイクの方が強いかなこれ、ちょっとわかんねえ。まあ、ドレイドブルームと獣でもいいしバルドレイクでもいいし、まあ、どっちでもいいのこれ、多分これどっちでも強いと思うわ。ああマジやべえな。さあかかってこいよ。多分これ理想展開できたんじゃねえか。あーティアラメンツか、なるほど。やばいな、芝刈りを通されたら終わる、芝刈りを通されたら終わるから、ちょっと待って、これマスカレーナもうここ、あ、これ除外しちゃっていいかな。芝刈りだけ絶対通したくないから、バレルエンロードサベージドラゴンの、あと芝刈りはねえかもう、デッキ枚数的に。でこことここでリトナ出す、はい、ちょっと墓地肥やすとね宇宙が起きるんで、まあ、墓地肥やされないように動いていきましょう。最初これ OK でシェイレン OK、 シェイは除外しておいたのでディスパテルの効果で無効にして、出てこれないようにした方がいいですね。これは、まあ、宇宙を巻き起こす可能性があるカードなのでディスパテルの効果で無効にした方がいい。 OK、 これがリトルナイトとディスパテルの最強ムーブね。はい、向こう出てこれない。 OK で愚かな服装、まあ、服装はいいか、服装は OK、まあ、ティアラメンツはそもそも多分このドルイドブルームが結構きついと思うので、はい、サリークは OK です。回収するのどうせあれだもんな、レイノハートとかその辺だろ。あーティアクシャか、 OK、ティアクシャダリーだ、ティアクシャオッケーです。でこれでサリーク除外して出てくる。で3枚墓地肥やす、まあここは止めちゃってもいいけどな。まあ一応マグラムート蘇生しておいて、こうして、はい、でまあ墓地落ちたら、あー、オッケーオッケー、全然オッケー、それは。
膨張したらドリドブルームで分からせればいいので、まあ、言うてそんなんですね。でマグラムートの効果発動して、エンドフェーズにまたサーチが入る。いやこれは多分大丈夫だと思うけど怖いんだよな。ティアラメンズ手数が多くて怖い。絶対に負けられてはならない。この盤面を作ったら、この盤面作って負けられたら本当に遊戯王の手数がない。やめた方がいい今すぐに。やばい、ちょっとやばい、ちょっと手数が多い本当に手数多いな。リットラかな、リットラ効果で飛ぼう。飛躍者ゲームから除外したいんですけど、なんかありますか？ないですか？あ、オッケー、飛びますね。ってことはまあ言うて7シンクロくらいしかできねえか。はいはい、オッケーです。で、福楽院の効果を起動して、あーやべえ、これつかなきゃよかった。これミスったか。飛躍者戻せると思ったら全然戻せなかったわ。ミスった、やべえ。リトルナイト戻っちゃった。まあまあ対戦影響ないか、言うて対戦に影響は多分ないと思う。ブラックローズ、やっば、激ヤバカードきた。まあバレルエンドで、でバレルエンド対象ブラックローズ、トレーサー特集、オッケー。もうさすがにもう手が出ないでしょ。で獣無限法要、バレルロードサベージまだあります。はい、まだ三妨害残ってますいやーこのデッキもクソ強いわ。あーまあ割とハンド強いよこれ。こう後手ハンドと言っていいね。これは圧倒的後手ハンド。サイバレットマイニング、なるほど。今うららぶち込みますけど、うららうららうららうらうら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 うらよ、はい、うらら、あーマスターズ、はい、すいませんでした。いやでも逆に抹殺してくれたということは、逆に俺の増殖する G をうららが止められないということだから、つまりということは増殖する G が通るってことじゃないか。増殖する G 通ったらサイバースデッキだいぶきついだろ。特殊召喚死ぬほどするからな。サーキュラー、あサーキュラー型であればさらにビーステッドも引く可能性がある。サーキュラーガンマは入ってないと思うので、あのデッキまあ多分 G 打っていいですね。まあガンマって言われたらガンマすればいいだけかこれ強えな。手札マジ強かった、さすがに。さあサーキュラー特殊召喚、はい1枚ドロー。うわゴミ引いた、ゴミ引いた、ゴミ引ききた、すびきゴミデッキ選手権優勝候補きた。あエンドね、オッケー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 、了承。セイファーとか、なるほど。でザ・ビーステッティング・ルベリオンの効果を起動する。まあもちろんマグラムート持ってくる。なんかチェーンねえな、 G とかなさそうじゃね。一回これあれかな、竜の警告から入ってちょっとうららとか打たせてガンマからなんか分からせに行く方がいいか。でこれで竜の警告の効果発動して、ゴミを捨てます。でガンマ入ってる宣言、あーなんもないなこれ、多分これなんもねえな。アブソルータ送る。でアブソルタ効果発動、トレーサー持ってくる。でまあ一旦セイファート召喚で、でセイファート効果発動。いやあのアルティメットセイファートからの何かそのなんかワイバーコラップのさ動き、これできんのマジ熱くない？これコラップワイバー、これ復活なんだよなマジで。これなかなかねえ、これな。でま、もうフレドライバーいらない説あるけどなこれまあいいやドライバーいらない説まあまああるんですけど、一応念のため取っておくことにします。もう多分大丈夫なんで、こうしてで、ストライカーで効果起動で、コラプスサーフェンの効果起動、はい。でワイバーでストライカー効果で持ってくる。でワイバーを特殊召喚、なんかどっちでもいいな。混沌領域が絡んでないので、あてかこれあれか、これ先にこっちだったわ。じゃ間違えた、そうだ先にこっちなんや。ごめんちょっと久しぶりに回してたからごめんちょっと待ってごめんこれ先やって、ごめんそうだこれ除外する前にこっちだったんだ。ごめんこれ福楽院のワンドローこれ損してるもんね。いやあの懐かしすぎてマジで回し方忘れてんな。でこれでこうするんだろう、はい。
で、まあ、ルベリオン効果、うわミスった、マジでこれ先打っとけばドロー入るのにな、ごめんなさいね皆さん、まあこれ教訓にしていただいて、ちょマジで忘れてます、回し方を5億年ぶりくらいに使ってっから。もうロムヌスでも天気でもどっちでもいいな、これこれマジで今これワイバーこれ戻しといたらこれあれだったのに、チキショーミスった、マジでマジでミスった、これ一回これ本当はワイバーをコストにして、ドローしとくとワイバーでコラプサーチできるから、これお得なんだよね。でその動きも懐かしいわ、もうもはや忘れてたわ、あまりに忘れてたわ。まあ、なんとかなるか、多分言うてワンドローないぐらいで盤面は作れるんで、なんとかなるでしょう。でストライカー、はい、まあ、これいつもの展開でございますな。でこうしてマジでマジで忘れてたな。でピスティ効果、闇属性じゃないといけないから、これあれなんだよね、たまにさ、これちょませんけど、デリンジャラスドラゴン出したいから、デリンジャラスの効果がなんかドラゴン族闇属性だから、こちょたまにさ、なんか光属性蘇生してあれってなる時あるんだよね。でデリンジャラスで、ストライカー効果で爆発させて、はい、でリチャージャー回収、ワンキル取れないのか、もしかしてなんかミスったせいでワンキル取れなそうじゃねえ、これビーステッドもう一枚でもあったら絶対ワンキル取れないのこれ。でデリンジャラス効果、なんかさこれ1体足んねえよな多分。でこことここと、ここ353956000、そうだよな、足りねえよなこれ、6000だろ。あここでワンドロー入る、これで B セット引け、ここで B セット引け、 B セット引け、あーいやー、まあ弱くはない、バレルエンド効果対象無効で、リチャージャー、そうだよな、6000しか入んない、くっそマジか。いや普通にミスりました、すいません。なんかいやでも結局同じカーでもワンドローして、コラプファイバーは1ターンに1回しか特殊召喚できないから、わかんない、なんかちょっと回し方が下手くそだったな、これ回し方が下手くそだったら多分ワンキル取れたような気はする、なんかうまいことやれば、まあ、ちょっともう時間ないんでバトルフェーズ、はい、で、はい、ぶん殴って、はいオッケー。まあでもさすがに手札3枚でバレルエンド、これでまあバルドレイクとかでいいか、バルドレイク、バレルエンド、サベージ増殖する G のこの包囲網は超えられないと思う、多分多分ね。まあフクラフィーの方か、なんかもうさ、楽園の獣とかなしでさ、副楽園だけ入れてる人とかも結構いるもんね。もうリソース勝負するみたいな、 B セットで墓穴、まあ除外されてるくらいだったら自分で除外するわ。バルドレイクの効果、マグラムートをゲームから除外することによって、自分で出して、で、ワンドローも入れてマグラムートを返すことにします。はい、対象不在ってことは、でも墓穴ここで使っちゃったから増殖する G が通るってことですね、つまり私ので。マグラムートを回収してワンドロー入れます、増殖する G 入れます、はい、で世界は終わりました、対戦出した、はい、世界終了しました、対戦出した、はいはい、どうしますか、増殖する G 通っちゃいました、 B セット無限に出てきます、このデッキ、あとドロイドブルームデッキの中に3枚あります、あとデッキの中にドロイドブルーム3枚あるのマジで笑うな、めちゃくちゃおもろい相手絶望してたのねこれリングリボーどうぞ、なんだパラエクか、パラエクさえも殺すことにするか、ドロイドブルームの効果、相手の、リンクモンスターを吹き飛ばす、よしまあプレミしても勝てるんで最強デッキってことで、いや参戦は強い、言うてやっぱね、結局なんか参戦の際使ってるもんけど、このカード最強っていう話あるね。ライディングデュエル
アクセラレーション、レボリューションシングル、やべ、ちょっと待って、本当にジャンクスピーダーだけマジでやめて。アンティークギアカタパルト、マジか。何、あ、そんな展開があるんですか。ライディングデュエル、アクセラレーションで、レボリューションシンクロンからのアンティークギアダークオーレム強、やば。アンティークギアシンクロンってこと。いや、知らないな、あんまり展開を詳しく。一体全体何が起こるっていうんだ。アンティークギアワイバーンを、サーチ、ギアタンカーをサーチ。あー、なるほど。で、進軍を捨てる。で、タンカー出てくる。アドバンスは持ち効果ねえもんな、別に。タンカーは、アンティークギア出す効果ですね。手札から。で、ワイバーン効果、アンティークギアサーチ。カードサーチ。で、ボックス。で、ボックス効果で、攻撃力か守備力か500の機械族サーチ。で、スタチュー、なるほど。いや、これはね、あれですね。アンティークギア圧倒的展開、アンティークギアの先行展開がおそらく見れると思います。アンティークギアの先行展開っていうのはアンティークギアが全く残らないことで有名で、盤面にほぼアンティークギアネーム残らないって、なんか汎用モンスターがめっちゃ並んで妨害してくるっていうまあしょうがないよね。アンティークギアその新規は実装されてるんだけど、強化はされてるんだけど、別にそいつらが妨害を持ってるわけじゃないんで、まあ、ギアドラゴンっていう魔法カードトラップカードを無効にするやつだけ一匹だけいるんだけど、それだけなんだよね。で、アンティキアスタチュー、はい。さあ、効果発動。アンティキアダークゴーレム爆弾。さあ、これでギアコマンダーの効果発動して、アンティキアゴーレムが来る。いや、これやばいよな、このなんか圧倒的。圧倒的展開力。ここでレボリューションシンクロ使うんだ。パワーツールドラゴン。なるほど。パワーツールドラゴンの効果、装備カード、あ、タケミッチか、なんだこのよくわからないデッキ、タケミッチめっちゃ入ってんじゃん。これ待ってくれよ。レボリューションシンクロの効果、レベル1で特殊召喚。なるほど、結構なんか面白い動きだね。こんだけやっぱモンスター並んで縛りも入んないからさ、アンティキアって、うわやべえ、パワーツールブレイマーまで来た、やばい、何この展開すご遊戯王 GX と遊戯王 5Ds 夢の表現じゃん。さあ、神道滝光の効果を発動して、妖刀滝光を装備。妖刀滝光3枚は草、やりすぎでしょ、そんな中だ。妖刀竹光3枚は草。え？やばい、めちゃくちゃドローしようとしてきてる。いや、めちゃくちゃドローしようとしてきてるて。妖刀竹光、妖刀竹光、妖刀竹光の効果発動。竹光カード3枚サーチして、4枚ドロー3枚戻しね。やべえな、何がしてんだこれ。ここはドローがしてんだな、つまり分かった。なるほど、ドローがしたいということだけは分かった。さあ、ここからアルティメットドローが入ります。アルティメットドローが入っていく。で、股間の色の滝道でさらにドローをぶちかましていく。で、股間の色の滝道でぶちかましていく。あと残りデッキは12枚。さあ、股間の滝道であとさらにカードを、ドローして残りデッキは10枚。魔法石のサイクス、やばい、股間の滝道を回収する気だやばい、やばいことしやがる。まずいぞ、ここは音色の滝光何連打されてんだ俺待ってくれ、もう大体やりたいこと分かったけど大体そうだよねそれアンティークギア使ってやることかなあ、ちょっと一個言いたい、マジでそれアンティークギアデッキ使ってやることなん。